知らずに略して使ってました。会釈。Y 通釈、もともとは仏教語で、大事線によると、矛盾する内容を意味が通じるようにする、という意味の言葉でした。グッバイ。God be with you が省略されたもの、神が汝と共にあらんことを、という意味です。バス。オムニバス、もともと乗り合い馬車のことをオムニバスと呼ぶようになり、それが略されてバスと呼ばれるようになりました。カラオケ。カラオケストラ、もともと、放送、音楽業界で使われていた用語。アーティストが歌を歌うときに必要な、伴奏のみのデータのことを、カラオケ、と言っていました。もしもし、もうします、もうします。これから話し始めます、という意味を表していたものが省略され、もしもし、に変化しました。レーダー。ラジオ、ディテクション、レンジング、電波を地表に発射して跳ね返ったエネルギーを測定することで地表にあるフィーチャーを検出するデバイス、またはシステムです。レーザー。ライト、アンプリフィケーション、バイ、スティミュレーテッド、エミッション、オブ、ラジエーション、誘導放出による光の増幅という意味の頭文字。割り勘、割り前勘定。最初に採用したのは、江戸時代の下作者、三等経伝だと言われています。当時は代表者が総額を支払うことが一般的でした。商売人でもあり、金銭勘定に細かかったと言われこの方法を提案したとか、経伝勘定、とも呼ばれたとも言われています。軍手、軍用手袋。幕末期における近代武装訓練の時に、高価な鉄砲を素手で触って錆びないよう手袋をさせたことが始まりだとか。おなら、おならし。おならしは、室町時代に宮中に仕えた女性たちが使っていた隠語で、おならし、の、おなら、部分だけが定着していき、おなら、となったと考えられています。